はーい、マルコさんでーす。マルコさんね、夏というか、7月なのにね、風邪ひいちゃったんですよ。夏風邪ですかね、マルさんね。マルさん、夏風邪か。マルさんね、夏風邪ひいてるんで、ちょっと暖かくしてました。マルコ、風邪の具合どう？ちょっと良くなった？マル、ちょっと良くなったか？良くなった人、あ、ちょっとマル良くなったみたいです。はい。マルさんね、この毛布の下にもね、こんな感じでね、服着てるんですよ。ちょっと不細工になってますけどね、マルさん。マルさんピンク似合わないな。マルな。俺の方が似合わないけど、マルも結構似合わないな。マル。マル。自分でもそう思うだろう。マルコ似合わないな。似合わないと思う人。はい。マルも認めてます。はい、マル寒いんでね。はい。ちょっと毛布ね、車とかね。はい。というわけでね、これからね、マルコさんと今日はね、夕飯を作ろうと思います。作るって言ってもね、今日はね、まあ夕飯というか、ビールのつまみなんですけどね、信之さんから沖縄のお土産でもらった、これを食べようと思います、今日は。豚の顔です。豚の顔。カタカナで言うと、チラガーです。チラガー。これ僕大好きなんですよ。マルも好き、これ。マルも鼻揺らして、すごいね、マル。マルも俺好きだよな。マルにもな、一切れの、ほんの一かけらぐらいだけやるからな。マル犬だから肉好きだもんな。これ美味しいんですよ、チラが。そしてね、これがね、豚の耳ですよ。豚の顔の次は耳です。有名ですね、これもね、沖縄のね。耳側です。これね、ちょっとピリ辛らしいですね。これ初めて食べるな。今日はね、マルさん、豚だよ。メインは豚だよ。これビールに合うね。マル。明日は俺も休みなんでいっぱい今日はビール飲めるわ。マル。マルさんね、やっぱね、こんな感じです。ちょっと風邪ひいてるんで、元気がないですね。すぐ寝ちゃいそうになって。マル、病人みたいだな、お前な。まあ、病人だよな。病犬だな。病犬って言うとなんか病気持ってる犬みたいな。マル。はい、ということで、これからね、信之さんが買ってきてくれたお土産の耳側とチラ側を、ちょっと調理しようと思いまーす。はい、まる。元気になってなー。元気になってねー。元気になる人。元気になる人。あら！まるさん元気になる人。ウェーイ！